度だけ投げてもらっていいですか。フォーム解剖。わあ。今回は西谷プロのフォームを解剖していきたいと思います。で、最近なんですけど、上手くなりたいけど練習方法がわからないって初心者のご相談よくいただきます。そこで新しい試み、そんな方に向けてじゃん、備忘録っていうのを追加しました。この備忘録、スクショしておいてダーツ投げに行った際にプロの真似をしてみるっていう練習いかがでしょうか。これね、めっちゃ楽しいし、試しまくってアウトを取り入れることでどんどん上達していきます。ぜひ一度この練習をやってみてください。繰り返しになりますが、なんとなく投げるよりも新しいものをどんどん試す練習、非常に楽しいです。ってことでちょっと長くなっちゃいましたが、本編行ってみましょう。立ち方から、僕の場合は右の右上利きなんで、まあ、的に僕で言うと後ろの肩甲骨から、まあ、右胸あたりを的の正面に置くんですよね。若干体をこうのけぞらせます。そうすると腕がこういう斜めに切りやすいんで、僕は体をのけぞらせるとまっすぐなりやすいと、いうことで体をちょっとのけぞらせます。ブルにかかとが来るぐらい、はいはいはい、若干斜めで、スタンスは結構オープン気味、ミドルなんですけどオープン気味です。クローズにすると僕の場合はこう的にこう突っ込みすぎちゃうので、若干こう斜めにしてます。ダイオダーツさんっていうメディアのイラストがすごい分かりやすかったんで使わせてもらいます。見る、まあ、的を見るときの意識としては右目で合わせてっていう感じなんですけど、僕はダーツを自分の目元大変まで持ってくるので、かぶっちゃって見えないですね、的が。はあはあはあ、こうすると左目つぶるともう目の前にこう手があってもう的見えないです。グリップしか見えないです。なんですけど、左目でちゃんと的をこう見てるようなイメージで入って引いて出すまでが、右目で自分の手を見てて左目は的を見てます。左目で見る、投げていいですか。はい、今言うとテイクバックして、ここまでは、まあ、左目をつぶるとほぼ自分のダーツしか右目は見えてないです。で、左目は、まあ、普通に的が見えてるんですけど、頭の中でうまくすり合わせてくれてると思うんですけど、盤面のブルに向かって自分の手がこう半透明な手が動いてるような感じになってます。 3D メガネとかあるじゃないですか、あれのこうなんていうんですかね、感じです。右の目は手を見てて、左目は的を見てて、小難しいんですけど、はい、いやいやいや、あの真似はしない方がいい。もともとはこう左右でこうつまむようなグリップをしてたんですけど、最近はちょっと親指を下にして、こう親指でダーツを支えてる状態ですかね。へえ。親指でダーツをこう支えてる、親指1本でダーツを支えるぐらいの感覚でこう持ってて、あとは他の指でちょっと支えてあげるぐらいですね。こういう状態を見ると上下で挟んでるような、斜めですかね、斜めにこう上下で挟んでるような感じになります。これで人差し指を親指で、中指は触れてるぐらい、中指はもう添えるだけですね。当たり前にハトだったんですよ。テイクバック、テイクバックで意識してるというか、はい、まあセットアップで的にダーツを合わせたら、ここ握り込むんですけど、この握り込み方としてはもう本当にただちょっと上下でキュッて絞るぐらいなんですけど、引き、この絞る指でこう、ま、ダーツを回しながらこう引いてくるんですけど、こう、ま、あそこにあるものをねじりながら、的に対してこうつながってる紐じゃないですけど、ねじりながら自分のところに引っ張ってくるようなイメージで引き込んで戻す。で、最初のセットアップ位置でこうリリース位置みたいなのが決まる、リリースの状態が決まると思うんですけど、こう的の方に向けてて、で引く、こうやって
ねじってくるじゃないですか、うんうん、でこれをただ腕をそのまま前に戻すんですけど、うん、そうするとこう巻いたものが自然に戻る、うんうん、で勝手に回転がかかると引く時に時計回りに若干引いててこう巻きながら引いてて反時計回りに出てくっていう。ちょっとそこが見たい。ちょっと引いてきた時に引いて、あーはいはい、戻す、引いて、引いて、なんで、まあ、春樹さんとかもそうっすよ。春樹さんの DVD で昔見たんですけど、うん、指のテイクバックって言ってたんですけど、うん、まあ、本当にそんな感じで手っていうよりはもう指でテイクバックして、なんでこことかはあんまり意識してない、はあはあ、肘とかはでかいとこあんまり意識してないです。指先だけ意識してない、はあ、指先でほんとこうやってこうやって引き込んだものをこうやって返してるだけ、うんうん、こうやって引き込んだら出してる、うんうん、っていうイメージですね。それかけようと思ってかけ出したわけじゃなくて、これはかけようと思ってる、かけようと思ってかけ出したんですか。そうです。へえ。単純に上手い人がみんなやってるんで、うんうん、最初は特に理由なく真似しただけなんですけど、結構しっくりきてっていう、まあ要はそうですね、まあ、僕にとってはテイクバックの位置が要はグリップを固めると、うんうん、こうやって横に引きやすい、うんうんうん、こうやってグリップをガチって固めて引こうとするとどうしても左右で挟んだりすると、うん、どうしても肩の方にこうダーツが倒れていこうとするし、この挟んだ状態を維持して手首を使おうとすると手首が硬いんですよね、うんうん、うまく使えなくなるんですよね。そうすると手首をこう強めにバチンってやらないといけなくなるんですけど、指先を使って引いてくると指先が固まってないんで、うんうん、引きたい場所に引きやすい。へえ。まあ目の下に引きたいんでこう、うんうん、簡単に引けますね。でもこれがグリップ固まってるとこうやって引こうとすると肘まで動いちゃって、うんうん、ここが要は指先がロックされちゃうと手首も固まって肘も固まって、ここに引きたいけど引こうとすると肘が開いちゃったりするんですけど、うんうんうん、指が動けば全域、まあ、それは指の長さが影響したりすると思うんですけど、うんうん、僕はあんま指が長くないんでそうやって回した方が綺麗に引けます。こんなポンポン出るんですね、自分のこのフォームについて。いや、もっと天才っぽくするんだったらすっと置けますね。最後にいろんな角度からフォームを見てみましょう。後ろ側だとさっき言ってた意味がすごいよくわかります。クロスしちゃわないようにっていう。こいつが前で、これ頭。こう。でこぐらいですか。そうですね。バッチリです。はい、勝負強。ありがとうございました。バイバイ。